マウントサイナイイカ大学マウントサイナイイカ大学はニューヨーク市マンハッタン区にあるシリーズの医科大学である。大学キャンパスと複合的にマウントサイナイ病院を併設する。キャンパス及び医療センターはマンハッタンのアッパーイーストサイド地区のセントラルパークと5番街に面する4ブロックを占めている。毎年大学ランキングの上位40校を発表して話題となる US ニュース ワールドレポート誌の最新調査では医学部ランキングの全米20位であり、アメリカ国立衛生研究所からの研究助成金ランキングでは全米13位であった。専門医療のためのベッド数1,171床と1,800人以上のスタッフを要するニューヨーク市にある総合病院、医学教育病院である。マウントサイナ医科大学に併設される所在地は 全米で最も冬とされるマンハッタンアッパーイーストサイド地区と、それとは対照的なハーレム地区との境界であるクイーンズマウント災害病院をはじめ、ニューヨーク都市圏内に数多くの定型病院がある公式ウェブサイトありがとうございます。